さんこんにちは、ハワイケイスケです。本日2024年、4月13日14時1分、昨日、その天皇陛下の能登半島に、被災地に、行かれるということで、その日を、選んで、裁判所の方に、今までの内容のものを、当社副社、そういったことをしに行っていました。でその帰り道にその以前先月徳良さんだとか、眞子さまかもしれない人物だとかそういった人たちと遭遇しましたので、その時ならあるかなと思って行ってみたんです。で一応その裁判の内容とかも自分で淡いケースが覚えておかなければならないことっていう欄を作って、どういう状況だったかっていうことを整理整頓しなかったらずっと同じようにぐる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 こう回ってしまってるような状況になってるんで、そういうことが目的でも裁判所に、当社、副社、裁判の内容、しに行きました。で本日動画14時に公開しているもの、全スポーツ業界の方たちや、プロ野球業界の方たちや、皇室の方たち、国会議員の方たちへっていうワードのものなんですけども、日付は2024年4月12日の試合についてとは、その2日前の試合についてと。そういった内容で、内容が長いので、なかなか、ちょっと見れないかもしれませんので、簡単に言いますと、僕の状態は SOS の状態です。以前から言ってますけども、どういう状況かっていうものを、その動画を見てもらったら、いろいろわかると思います。重複してしまいますので、これぐらいにしておきますね。見やすい動画にしといた方が見ていただけるかなと思って。昨日、明治神宮へ、佳子さまの方が参拝されに行っていてと。そういうことで、日程の方はどういうふうなスケジュールなのかっていうのは私の方では分かりませんので、順番はもともとあるみたいですが、その辺のところもあんまりよく私の方も分かりませんので、あとは動画で、明治神宮とかもともと参拝されるときって皆さんほぼ喋ることは、なかったと思います。ですので、一応動画を閲覧して、記事とかでも、笑顔で参拝というような形のワードと、佳子さまが笑顔という部分で、特別それで、もともとそういうものだから、安心感とかあるわけじゃないんですけども、これだけ差し迫った状況というか、これだけの大きな困難の状況で、僕の方も何かこう、笑顔ってもう作りにくくなってるんですね。だから佳子さまとかに何か、おかしい話だとか、面白い話とか何か伝えれたらいいなとは、動画の方でですよ。見てるときには、なかなかもうそれは、心境的にも、なかなかそういう心境にはならないんですが、結婚問題含めて、ちょっともう僕もどう対応したらいいのかわからないという状態です。以上です。その話も、この辺こうなってきて、八方塞がりの、本当のことを言うだけでもうこうなってしまいますから、八の字、八方塞がりの漢字の八です。こう見ただけでその人の状況がわかるっていう。最後ため息になりましたけど、ごめんなさいね。佳子さまも何か、眞子さまもそうですけども、悠仁さまとか、文仁さまとか、名前言い始めたらきりありませんけども、紀子さまだとか、成仁さまとかもそうですけど、何か楽しい時間とかあればいいなとは思っています。
まあ、どんなことで悩んでるかとか、まあ、それは今日動画アップロードした先ほどの内容のところを見ていただいたらわかると思います。もう毎日その状況です。以上です。